どうも皆さん、こんにちは、なつです、えー。今回もね、えー、パラディンズやっていくんですけども、使用していくキャラはフランクのアンドロクサス。こいつを使っていきます。ただ、あのー、ちょっとね、こどっちもどっちゃうけど、ま、構成がちょっとね、面白いことになってるから、どうなるかわかんないんですけども、使っていきます。こいつはね、まず3回ぐらいしか使ってないから、ちょっとあんまりあれかなーって思うんですけど、 あとちょっとね、あの、フランクとダメージの動画しか上がってない。ごめんなさい。で、えっ、ー、と、こいつはね、まあフランクなんで機動力があるのはもちろんなんですけど、こうやって、3回こんな感じで飛んで、降りていくときにスペースを押しときば、こうやってゆっくり降りていくような感じで、上とか裏取ったりとか、まあしやすいのかなっていう感じですね。通常攻撃が、何時で、右クリック押すと、 こう3発ずつ打つんですけどこれはかなりばらけがあるんでちょっと微妙かな結構近くないとねあれかなっていう感じで,で9を押すと敵の攻撃をこう吸い取るというか受け止めて弾き返すっていうことができますね体力がないのはまあないんですけどプランクなんでねないのは当たり前なんですけどまあだから正面ではもちろん打ち合いは微妙かなっていうキャラクターかなヒーローになってます まあまあ飛んでいきましょうほぉビビット。ちょここ来るなやれるオッケーキャプチャー入っちゃおう <laughs> フランク2人でキャプチャー入るっていうね前押してくれてんのかあれ超ありがたいな君も1人入ってくれていいんだよあー取れるなこれおなんかいるね あエビかやべオッケイいい感じいい感じ OKOK、okay. okay. ちょこれいつもね距離離れるとあんまりダメージ通らないんでちょっとあれですけどやべおしっ えいやれるやれるオッケーオッケーオッケーナイスナイスオッケーいいね良い良い良いかなり良いあいけんじゃないオッケー味方が強い次ウルト使っていこうかウルトはね なんかちょっとね、まあ、み、後で見せようか。空中から撃つのがいいかなと思います。この F でこれ飛び上がって、なんで空中から狙ってく感じが一番安定かなっていう。よびックまあちょっと良きタイミングで使っていきましょう。結けっかなー。 ちょっとま,まだね、使い慣れてないから、アンドロクサさ、不安しかないんだよね。ちょ、ちょっと待とうか。キャプチャー入ってきてほしいな、なんなら。あれは、あ、マジか。こんな感じで飛び上がって。あ、やば。うわ、マジか。これね、単発ちゃんと当てると1000ぐらい出ます。今無駄に使ったんですけど、ごめんなさい。 ナイスマジかオッケーうわマジかビビったオッケーあ前出てるけどあ入ってくれてるねマジかおっぶね やばい、待って、やばい。ありがとう、ヒール。さあ、ここ押えるぞ。オッケー。全然裏取ってねえけど。まあ、勝てればオッケーっしょ。あー、シャーリン食えそうだったけど、厳しいかな。おしうわ、超ヒールしてる。 ウルトで殺されたな <laughs> ああそうこんな感じ結構火力出るんで強いんですよねこいつのウルトでわりかしい空中行くとこう見下ろしながら撃てるんで使い勝手もいいんですよね OKOK <れ> あーやばいやばいやばいやば。よいしょ。あー無理だ、これ死ぬわ。あは,はメイブが頑張ってくれてるな。あ、うるっとまった。これ押し込めないかな無理かないや、ワンチャンかけてウルト使おうか。 あやばい死んだねあこの銃かっこいいなまあ柔らかいからねであの木のやつヒーラーだけど敵の意外と火力が出せちゃったりするのと硬いんだよね彼それがちょっと厄介なところ あーナイスマジかやべバレてるうわマジかやられたわ後半のぐだりっぷりがすごいな じゃあ今回はちょっと俺のウルトの無駄遣い感がやばいんですけどごめんなさいあーどうしよっかなどうやって横からつつくかあー氷張ってきたがんスナイパーはね柔らかいからパン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 やれちゃうね 当てそうねー取ってくれてるから前でよっかフランクだしとりあえず馬から落として OK うわーヒール使えられたちょもうウルト使ってっちゃおう,うわマジかはいってな感じで まあちょっとね、あのー、結構今回試合展開も早くてパッと終わっちゃったんですけども、まああんま使い込んでないからね、一切参考になるようなプレイではないんですが、まあ、あのー、僕がアンドロクサス使うと、まあこの程度と、ま <laughs> そういうような感じで思っていただければと思います。まあフランクの中ではかなり優秀なキャラクターのうちに入ると思いますので、ご購入まだの方はよかったら買ってみてもいいと思います。ということで、今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。